ございます、こちら希望のエリアでもスピーチしていただくことができます。先週はね、本当たくさんの方が、来てくださってね、夏休みだったためか地方からもね、初めて参加っていう方もたくさん来ていただいて、本当に励まされるスピーチをいただきました。この抗議行動は私たちが主役じゃなくて、参加されているお人方お人方が主役で、皆さんによって出来上がっている成り立っている抗議行動なんだなということをね、本当にこの3年半もう感じる毎日です。力をいただいて、元気をいただいて、また1週間頑張ろうと思って帰れるのは、本当に皆さんたちが一生懸命声を上げてくださってるからなんです。皆さんで、この抗議行動を作っていきましょう。はい、ですのでスピーチもね、ぜひしてください。よろしくお願いします。偉い方とか来賓の方の挨拶ではなく、参加されている皆さんの素朴な一人一人のね、声が自由にここで聞けるっていう場所が、私ね、ここ希望のエリアすごい好きなとこなんですよね。毎回発見があって、はい、ですのでね、ぜひよろしくお願いします。その意味は皆さんスピーチとかないんで、恥ずかしい。ないと僕らずっと喋ってます。そうずっとね、喋ってるかコールしてるかで終わっちゃうので、参加型でぜひよろしくお願いします。はい、ではお願いいたします。こんばんは。今日僕、府中から来た時、地下鉄でおばあさんとちょっと話すことがあって、名前はリオさんっていう若い名前なんだけど、80ぐらいのおばあさんです。その人は浜松からたまたま東京に出てきて、僕らがこういう活動をやっているっていうことに驚いていました。みんな原発は嫌だよねって話は地域で話し合っています。でももっと声を出そうじゃないのって、僕らが3年半国会前で声を上げてる金曜日、ぜひおばあさんたちも来てくださいと声をかけました。その人たちはどこの団体かわからないんだけど、ある宗教の団体でした。でも原発はおかしいよねって話になってます。どうかおかしいと思ったら声を上げてくださいと、コールしてくださいと声をかけましたので、よろしくお願いしますと、原発反対の声を上げてください、地域でも国会前でもお願いしますと言ったら、心よく返事くれました。僕もあまり期待してなかったんだけど、そういう声聞くと、やっぱり僕らがやってることは間違ってないな、国会前で声を上げることは無駄じゃないと思って、この期間ずっと頑張ってきました。ここに来ると本当に自信がつきます。皆さんと同じ声を上げられるっていうことで、僕はどんどん自信持って声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、本当に一人だとね、ついついもうなんか心細くなって、自分の声なんてどうせちっちゃいし、自分一人いなくたって変わんないよとか思いがちなんですけど、やっぱりここに来ると、ね、ここで頭数の一人になることがどれだけ大事だかと、ね、その大きなね、ゾウさんをたくさんのアリンコが寄ってたかってやれば、ゾウさんだって倒せるんだって。だからこのね、喜んでアリンコの一匹になりたいなといつも思っておりますね。はい、これからも一緒に自信を持って頑張りましょう。ありがとうございました。あ、自転車隊さん、ありがとうございます。今夜も安全運転でよろしくお願いします。ちょっとね、道が濡れてますので気をつけてください。ありがとうございます。はい、ではお待たせいたしました。はい、じゃあどうぞ。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。ここで島で歌ってるものです。別にここに上がってきたからって、新しい島ネタができたから歌ったっていうわけではありません。今日は仙台原発と、あと今警戒、噴火警戒レベルが4になっている桜島火山が、もし100年前の大正噴火ぐらいの噴火を起こした場合、仙台原発がどういうふうな影響を受けるかという話をちょっとしたいと思います。今ちょっと仙台原発もね、なんか海水が紛れ込んで巣だもん出して、まあ、出力は上がらないとか言って、相変わらずね、原発らしくブダブダトラブルが起こってますけど、桜島の方はもう本格的に山自体が膨張して、かなりすでに中小規模噴火が起こって、でこれからどれぐらいの噴火規模が起きるかわからないという状態になっております。でその時に今から1年前に大正噴火が100年ということで、 NHK の朝のテレビ番組の特集で桜島がもし今大正噴火したらどうなるかという特集をやっていました。でその時に火山灰の分布図というのがあって、ちょうど8月だったんですけど、8月の気象状態、一昨年の8月の気象条件をもとにして、気象庁が推測した大正噴火が起きた場合の火山灰のこれが飛散状況予想なんですよね。飛散予想でこういう風なものがあります。でここ真っ赤で、でここ真っ赤なところが桜島の、西北西の鹿児島市内、鹿児島市内ではだいたい70センチから80センチ火山灰が積もるそうなんで、もう生活が全くできない、もう本当に危機的な状態に落ちるんですね。まあ、そこを話すのはまあもちろんだと思うんですけど、よく見るとこっちの方にスーって伸びてるんですね。でここなんかあれだなと思ったら、ここの今光るポッチュのところが実は仙台原発なんです。で仙台原発の言葉はさすが天下の NHK なので全く報道しませんでしたけどね。でも実際ツイッターとかインターネットを操作しましたら、やっぱりエコロジー関係 の原発運動されている方が調べていて、大体、10センチ前後の火山灰が降り積もると予想しています。で10センチ前後火山灰が降り積もるとどうなるかというと、大体交通機関は全く違いません。江戸時代の噴火でここら辺が3センチぐらい火山灰が積もったんですけど、それでもこのぐらいの緩やかなスロープでやっとこう登れるか登れないか、高速道路の登り口は全く登れなくなるそうです。ですからここら辺はすごい起伏が激しい直径なんで、ましてそこで10センチとか5センチとか積もったら車は全く使えなくなります。でそれ他にもっと重大なことに、高圧線に火山灰が積もるとショートを起こしてしまうんですね。で高圧線がショートをするとどうなるかっていうと、電気が通らなくなる、当たり前の話なんですよね。でところが原発というのは外部電源がないと原子炉とか燃料保存庫を冷却できないんですね。ですから外部電源がないと冷やせなくなってしまいます。で冷やせなくなった場合は内部にある発電機を使って冷やすように作ってあります。でもその発電機というのがディーゼル機関の発電機なんですね。ですから空気を取り入れて発電をするんですけど、そうすると空気を取り入れると火山灰が水分を吸い込んでいっちゃうわけですね。で空気を取り入れた、そのために一応フィルターがついてるんです。でアメリカでセントヘレンズ火山という大きなすごい毎回爆発した綺麗な火山があるんですけど、そこから220キロ離れているコロンビア原発という原発があるんです。でそこが火山を、その噴火を想定して非常電源を運転する場合は、だいたい2時間半に一遍フィルターを交換することになっています。ところが仙台原発というのは桜島まで50キロしか離れてないで、しょっちゅう頻発、歴史的にはもう 100年に一遍ぐらいのペースで大噴火をしてくる火山なんですけど、フィルターの交換ペースがどのぐらいかっていうと21.7時間30分に1回にペースで交換する計画になってたんですね。で山盛りにこんな20センチも火山灰が降ってて、そのペースで交換したら絶対もう間に合わないって分かりますね。で火山灰がフィルターが目詰まりにすると当然空
空気が入らなくなるので発電機が動かなくなります。もし空気が入るようになると逆に火山灰がエンジンの中に入っているのでエンジンそのものがこぼれてしまうので火山発電機がやっぱり動くなる。そうすると結局電源が完全に喪失してしまって福島第一の最大ということが考えられるんですね。それの過剰性が非常に高いです。こちらの方の私の書いたものではありませんか、皆様にでこちらに来た方がお配りになられているこの中に火砕流が届かなくても火山灰って電源喪失って書いてありますね。でそのことは本当現実に危機としまられて多くの人たちが専門家が指摘しています。だから非常に危険な状態です。だから今みたいに本当火山活動がしている時は即原発止めてほしいんですね。で本当に氷状態で危険でただ火砕流が怖いってだけじゃなくて普通の火山灰普通の本当歴史的につい、1世紀前に乗った噴火でも下手をすると本当に電源喪失メルトダウンですね、で原発が水蒸気爆発するって事態が起きかねないってことを皆さんにお伝えしてきて今日までお話しさせてもらいました。一旦お伝えいただいてどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にもう桜島どうなるかっていうのでね、気が気じゃないしね、さっきも言ったけど52キロしか離れてない仙台原発がもうね動いてるっていうこのこと自体がおかしいですよね。本当に声をね上げて、今さっきも二郎さん言ってましたけれどもまだ出力が100までいってないこの時にもうやめようとねいう声をねどんどん上げていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ではお待たせいたしました、お願いいたします。はじめまして、杉並区から来ました。私は精神障害を持っているので作業所に通っているんですが、その作業所でも仙台原発再稼働は反対だよねとか電気が足りてるのになんで再稼働するんだろうとかいう会話はしてるんですけれども、今日は安倍安全保障法制に反対するデモのチラシを壁に私が貼ろうとしたんですが、それは政治的なことだから作業所には持ち込まないでくれと言われてしまって、で理由を聞くと精神障害者の私たちとは安全保障法制は直接には関係がないからという理由でした。一番関係あり関係終わり。原発については反対だよねとか言ってる人たちなんですけど、安全保障法制が政治的なことだから話題にはするのと、こういうことは皆さんの職場とかでもあるんでしょうか。これを聞きたくて来ました。以上です。ありがとうございます。政治的なことでもなんでもないですよね。本当に戦争嫌だ、平和がいいっていうことの何がおかしいんですか。ねえ、そこに政治とか関係ないじゃないですかね。誰だって戦争行きたくないし、自分の子供をね戦場に送ったり殺したり殺されたりなんて誰が考えたって嫌じゃないですか。ねえ、そのことがなんかねおかしいような風潮をねこう作ろうとしている向きもありますけれども、絶対おかしくないですから。小学校の卒業文集で、私はね、戦争 したくないから大きくなったら総理大臣になって戦争しない国を作るんだって書こうとしたら学校からダメだって言われたっていう話がありました。おかしいですよ。おかしいですよね。私だったら花丸あげたいですよ、本当に。もうこうやってね、身近なところからこう口を封じ
というようなちょっと昔のね非国民みたいなそういう風なね風潮にね日本人はなりやすいので、本当にその流されないように、だって命を守ろうとか戦争嫌だっていうことの何がおかしいんですかね。ねえ、どっかの滋賀県の国会議員さん、武藤何がしとかいう滋賀県社会4区の覚えちゃったけどねえ、あの若者が戦争に行きたくないっていうのは利己的だとか、利己的だ、何言ってるんですか、ね、そうですよね、あなたの方が利己的ですよ本当に。それであれですよ、離党はするけど議員辞職はしないっていう利己的な、そう、うん、ありえないですから。ですからもう本当にね、もうあの堂々と言っていいんだと思うんです。ね、職場で言いにくい雰囲気とかあるかもしれないけど、だって間違ってないですもん本当に。一番原発だって戦争だって一番犠牲になるのは一番弱い立場の人たちなんですよ。あの人たち絶対行かないんですから。戦争でも行かないし、で福島第一原発行って作業員になるわけでもないんですから。上から安全だとか絶対ね弾飛んでこないとかいい加減なこと言ってるだけなんですから、本当に。だから私たちは常に一番弱い立場の人たちや声を上げたくても上げられない人たちの分をね、やっぱ頑張っていかなきゃいけないなということを本当に思います。これからも一緒に頑張っていきましょう、ね、ありがとうございます。勇気、ね、ここに立って喋るのってすごい勇気いると思うんですけど、本当にありがとうございました。勇気といえばね、さっきね、はい、私あの三色旗を持った方が先週来てくださってね、そうそう下の方へ降りていかれた。今週もね来ていただきたいですね。そうです ね, 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 ねまたあの署名を8月いっぱいまで、何の話かわからない、ごめんなさい、いらっしゃると思うんですけど、三色旗創価学会の方がですね、先週こちら来てくださって、私はね一人の創価学会員として、あの安倍さんのやっていること、そして公明党のやっていることが許せないんだと、平和をね守る立場を貫きたいんだということで、署名を8月中あの集めてらっしゃるんです。創価学会の方じゃなくても誰でも構いません。でそれを持ってあの山口夏夫さんのところに持っていかれるんだそうです。でその方がねあの今週も来てらっしゃって、あの辺りで署名を集めてらっしゃる、もしねよかったら今週も来ていただいて、ね、署名集めていただきたいなと。本当にそういうね今イデオロギーや心情思想の枠を超えて、やっぱりおかしいことはおかしいだろうと、平和を守ろうなんて当たり前のことだというふうに勇気ある方たちが行動を始めています。必ずですから私たちはその戦争法案だって原発だってみんなの力で止めることができると信じていますから、諦めずに頑張っていきましょう。ありがとうございます。中の方にお入りいただいて、はい、ちょっとね中にお入りいただければと思います。ではでは、あどうぞ、はい、どうぞ、あのどうぞ、もういきなりなんですけどいいですか？はい、はい、あの今日ね珍しく国会議員の方がここ希望のエリアに、はい、来てくださいました。一連あのいきなり、はい、あの名刺を頂戴いたしました。読み上げます。日本共産党参議院議員倉林明子さんです。ありがとうございます。名刺です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員の倉林明子です。実は福島県生まれで、選出は京都選出の参議院議員でございます。原発問題焦点の経済産業委員会に配属されて2年間、あの今最初は茂木大臣、その後ちょっとだけ、すぐいなくなった大臣がいましたけれども宮沢大臣と今はやり合っています。あの一貫して原発はゼロにするしかないとこう叫んでまいりましたけれども、この間は宮沢大臣こう言いました。倉林さんは原発はゼロ、石炭火力はダメだという、そしたらどうしたらいいんだって聞くんですね逆に。で私は翌日、答弁をいたしました。再生可能エネルギーがあるじゃないかと、こんだけ原発が動
念でした。もう本当に福島の事故がなかったかのように再稼働に突き進む安倍政権、8月11日にあの仙台原発再稼働をさせましたが、わずか10日で今日トラブルが発生しました。配管が壊れて海水漏れを起こしたということです。古いんです、仙台原発は。錆びて漏れるんです。こんな危ない原発の再稼働は絶対に許すわけにはいかないじゃないですか。今日はまた伊方の伊方原発がある佐田半島近くで地震も起きました。桜島は噴火も続いています。日本に原発が安全に運転できるところはどこにもありません。原発、これからも原発を使い続けていいのか、安倍政権は一度でも国民に是非を問うたことがありません。圧倒的な国民の声は原発はいらないっていうことじゃないでしょうか。今放送して戦争法案も強行しようとする、国民の声を全く聞かない、憲法も知らなければ民主主義も知らない、こんな安倍政権にはノーの声を突きつける時だと私は思います。憲法を守れ、民主主義守れ、この国の未来を決めるのは私たちだ、ということをご一緒に示そうじゃないですか。頑張ります。私のふるさと京都からのね、選出されている議員さんです。あ、え、いいの？え、いいの？そこ、え、なんか、こんなのいいの？個人的な。すいません、京都つながりって言われて、そのままお返しするわけにもいかず。すいません、なんか。すいません。ありがとうございます。ここね、キラさんがよく来てくださるんですけど、ちょっとね、お母さんになられるので、倉林さんまた来てください。ね、ありがとうございました。国会の中から頑張ってください。ありがとうございます。はい、先ほどですね、イデオロギーの枠を超えてたくさんの方が命を守ろうと立ち上がった話をしました。今日も三色旗を持った一人の学会員さん来てくださいました。ぜひ皆さんお話を聞いて署名にご協力をお願いいたします。どうぞ。勇気ある人、そう、勇気ある人、素晴らしいです。皆さんこんばんは。ありがとうございます。先週の金曜日もこういう形でお話をさせていただきました。今日はですね、私もともと地元が愛知県の安城市というところでして、昨夜、名古屋駅から、深夜バスで今日駆けつけました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先週ですね、皆様方の方に、私たち、まあ、一人の学会員としてね、今の公明党のやり方はもうとても納得できない、今の法案は戦争法案であるということで、公明党山口代表にこの法案の白紙撤回を求める署名のご協力をいただきました。はい、ありがとうございます。で、前回先週の一晩でですね、約180筆いただくことができました。大変ありがとうございました。ありがとうございます。で、昨日までにですね、私の手元に全国各地からご署名の郵送が届いてきております。昨日までに全部で770筆いただいております。ありがとうございます。まだまだ数はね、本当足らないんです。本当でしたらね、私たち創価学会員が、私のような、ね、創価学会員が公明党を支援しているっていう責任上ね、学会員が声を上げて、まあ、勇気はいりますよ。中にはね、声を上げるがためにね、なんかこうバッシングを受けたり、反逆者だって言われたり、皆さんからこう村はじめにされたりっていうことも私聞いております。そういうね、悩みのある方々からのお便りも、それから電話も実はいただいているんです。創価学会って本当はそんな組織じゃないんですよね。うん、仏法をね、日蓮大聖人の仏法、平和の思想を保った集まりですから、本来でしたら悩んでいる人を助けて、
みんなが声をかけてね、お互いが幸せになっていこうというそういう組織であったのに、まあ、残念ながらなかなか学会の組織の中は声が上げづらいという現状がどうもあるようです。まあ、それは本当にお恥ずかしい話ではありますが、そんなことも含めてもう絶対に何が何でもこの法案を通さない、あるべき姿に正していくんだという思いで今日もやってまいりました。どうかよろしくお願いいたします。で、今日もですね、この場所をお借りしてこちら出まして、左手の奥の信号の手前あたりでまた署名活動の声を出させていただいておりますので、どうか皆様署名の方ご協力お願いいたします。それから署名用紙をですね、幾分か用意しておりますので、どうか今日お持ち帰りいただいて、で周りの方々、また周りの学会員さんに声をかけていただいて、あなたみたいな学会員がね、こういう形で署名やってるよと、あなたどう思ってんのと、いつもね公明党を頼むよ頼むよってね、選挙のために来る学会員さんに、今度はこちらから、ね、公明党を頼むよと、しっかりしろよと声を当てていただきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。もうしっかりとともどもにね、いろんなイデオロギーを超えて、なんとかこの戦争法案白紙撤回させてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にね、もう先週も大反響だったんですよ。たくさんの方々が本当に勇気をいただいたと、すごくね、なかなかできないことだと思うんですよ。ね、その中でもやっぱりこうやって正々堂々とね、もう頑張って行動してらっしゃる一人の学会員さん、私たち全力で応援したいと思います。一緒に戦争法案反対絶対保持しましょう。ね、ありがとうございます。皆さんぜひ署名にご協力お願いします。そしてよかったら持ち帰っていただいて、ご自宅でコピーしていただいて、たくさん集めていただいて、また来週ここに持ってきてください、ね、8月いっぱいまで集められるということですので、ぜひ署名のご協力よろしくお願いいたします。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。では、コールしたいと思います。命を守ろう、
ありがとうございます。だいぶね、人が増えてまいりました。くれぐれもね、ちょっと蒸し暑いですよね。あの湿度がすごい高くて、深い指数、安倍内閣と同じでね、あの開始数上昇中です。支持率は下降中です。はい、無理のなさらないように水分補給しっかりお願いいたします。では、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。こんばんは、横須賀タクシー運転手の市原です。こんな蒸し暑い中であっても、こうして皆さん一緒にですね、ここに来て声を上げて、共にですね、原発反対、戦争反対の声を上げることができることを嬉しく思います。私たちはもっともっと長続きするかもしれないけれども、私たちは国家、この国の国家と政府に対する、また東京電力に対する怒りを持ってですね、そして心ならずも福島東京電力第一原発の犠牲になられた福島の人たち、被災地で苦しまれて亡くなった人たち、あるいは避難されて諸々方々に避難されて逃げている、避難先で苦しんでいる人たちへの敬意、国家に対する怒りと福島の皆さん方への敬意さえあれば、案外長続きする戦いはできるんだろうというふうに私は改めて思いました。毎週毎週新聞を読みながらですね、やはり本当にこの国は狂っている、犠牲者を何とも思わない。例えばですね、簡単に新聞を広げ読みしてもですね、いいから加減なことばかし。例えば子ども被災者支援法で国が示した基本方針の見直し、これ一つとっても見てもですね、自主改定案には避難指示区域以外から避難する状況ではないと、自主避難の避難を不要とする方針が明記されたと。逃げるな、戻ってこいってことですよね。逃げたやつには昔空襲の時に配給をやらないよと。みんな戻ってきた、その日に青森の大空襲では死んでいった、爆撃で死んでいった、同じことが繰り返されております。また新聞を読めば、未許可木製造試験で規制委員会問題にしない東海村、これは実は私が規制委員会に傍聴に行った時にですね、各原発のに対する規制委員会の規制基準、いろいろ等々ありますけれども、しかし残っている、例えばこういうふうな、実験核燃料サイクル工場研究所等々についてはですね、把握されておらないんですよね。これについて原子力規制委員会さえも気にしているところで、そういう表現、言葉が出てきておりました。そういう中で未許可モックス製造試験、こんなウランとプルトニウムの混合酸化物の燃料を製造する試験を行っていたことは分かったと。しかしこれはもう終わったことなんで処分はしないと、こんなことがまかり通っております。またこのような原発をなきにしようということで、例えば川俣町も準備宿泊避難指示解除を向け、帰れ帰れ、戻れ戻れ、逃げるな、こうして殺されていくのかもしれません。また常磐線富岡浪江、明日から19日から明日から除染試験、原発事故で不通になっているところを全部電車を通しますよと、電車を通すから帰れよということでありました。私は素朴にいつも、酒の話をしたり、いろんなくだらないことをするわけで言うわけですけれども、素朴に皆さん考えたいと思うんですよね。私はこれは何かと言いますと、福島の文献地図と言いまして、福島の地図なんです。これ私家のトイレに貼ってるんですよね。地図がわからなくて福島は馴染みがないもんですから、ここに第一原発がある、浪江がある、川俣町がある、山北町がある、その印していって何ミリシーベルとか書いていて、3年前に買ったんですよ、トイレの中で一生懸命印して。そしたらだんだんボロになってしまいました。今日来る時に地図を買いました。これ800円なんです。私はですね、本当にやっぱり福島のことを皆さん方を思うということはですね、まず第一に福島の皆さん方のお話を聞く、でもなかなか聞く機会はない、
お会いする機会もなかなかありないって言ったら、私は手っ取り早いのはこの800円で買った地図、新聞、東京新聞あるいはとうとうニュースで出てきた地名、あ、福島の浪江ってここにあるんだな、あ、この辺が阿武隈山、阿武隈高地なんだな、あ、この辺の稲城の数字が高いんだな、これ記していくんですね。そうするとですね、案外私たちは福島の皆さん方の気持ちっていうのはだん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 近づいてくるんではないか、そんなことを思いました。ぜひ皆さん、これ800円で売ってるんですけど、私はトイレに貼ってるんですよね。で、枕元には沖縄の地図を貼っております。で、沖縄の地図見ながら勉強ですよ。ここは BC の夜間学校だじゃありませんか。皆さんもう一度そうやって確認しましょうよ。そうするとうまいことですね、福島の皆さん方の気持ちがもっともっとよく分かって、福島の皆さん方の悲しみからの解放があってこそ私たちの解放がある。福島の皆さん方の命や救いがあってこそ私たちの救い、命の救いがある。私は本当にそれを主張したいと思います。それで最後にですね、これは去年の6月23日沖縄の新聞、沖縄タイムズです。原発と戦争が何を共通しているか、人の命を台無しにする、人の命を守れない原発については皆さんもお分かりかと思います。沖縄戦です。この、4月5月6月7月ある村でですね、戦死者戦没者がどのぐらい出てきたのか、軍隊が日本軍がどん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 南に移動することに通して村人の戦死者がどん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 増えてるということです。軍隊は人の命を守らない、これ沖縄の戦没者のグラフにして色づりにしてこんなのが沖縄タイムズに去年6月23日に出ています。これは私は撮っておるんですけども、今度、コピーしてぜひ皆さんにお話ししたいと思います。戦争と原発は人の命を守らない、人の命を守るために原発反対、戦争反対、もっともっと声を上げましょう。はい、終わります。ありがとうございます。本当にね、民主主義の夜間学校、みんなが先生で、みんなが生徒で、みんなで考えて、みんなで学び合って、この3年半言うの忘れた。16日南の島に雪が降る見に行きました。どうしても見なきゃと思いまして、もう一回見に行くつもりでおります。いい芝居は3回見ると理解できるそうであります。東日本中演ってのはそうなんで、ぜひまた教えてください。 ありがとうございます。はい、ではでは、お待たせいたしました。お願いします。皆さんこんばんは。チーズの達成を利己的だと中傷した自民党の武藤孝也なる議員が、利己改革の国会議員枠なる詐欺そのものの報道がバレまして自民党を離党しました。このようなやつに非難中傷されるチーズの報道というのがいかに正しいかということを逆に証明するものだと思います。この詐欺男の行動、もちろん許されるものではありませんけれども、私はそれ以上にこの武藤孝也なる詐欺官以上にですね、安倍政権の原発についての詐欺、嘘が許すことはできません。もう皆さんご承知かと思いますけれども、安倍首相の繰り返す上等、世界で一番厳しい審査基準に基づいて規制委員会が安全と判断した原発を動かしていく、この言葉こそデタラメなことはないじゃないですか。大体欧米では常識の原子炉の二重の防御、そして日本では地震火山の大国であって原発大国と言われているフランスでは、規制当局が原発というものは必ず事故が起きるんだということを前提として対処しなければならないと言っているのに、この日本では仙台原発においてもろくな避難計画もできていない。山や海、崖に囲まれた集落で地震が起き、または噴火が起き、または台風が起きた時にどのような状態になるのか、晴れた日に小学校の遠足に行くんじゃないんです。まずとてもじゃないけど避難できない、それを知りつつあえて原発を再稼働する、そして国民に対しては世界で一番安全な審査基準というような嘘をつく、これこそ武藤孝也なる詐欺官の数百倍数千倍も悪質な国家的詐欺じゃないでしょうか。
このような安倍政権の嘘を絶対許すことはできません。現在問題となっているというか、この戦争法案についても安保法案なるものによって日本の平和を維持することができるなどと言っていますけれども、日本の周辺と関係ない世界の果てにアメリカ軍の配下となって戦闘行為に行くことはどこが平和なのか。自衛隊員の命、同じ我らが同胞である自衛隊員の若者たちの命を米軍の、そして米国の利益というよりも米国大企業の利益のために死なせていく、このような法案、そして原発再稼働、すべて安倍内閣の人命軽視、国民無視の表れじゃないでしょうか。このような内閣は絶対に行くことができません。そろそろの声を上げ続けていきましょう。では今夜も福島のことを思いながら、ふるさとのことを思いながら、皆さんとふるさとを歌いたいと思います。希望のエリアブラス隊の皆さん、よろしくお願いします。
会の春橋さんが今日欠席ということで、メッセージをお預かりしてきました。お読みさせていただきます。希望のエリアにご参加の皆さん、お疲れ様です。こんばんは、春橋です。先生に続いて代読参加となることをお許しください。まず8月8日に福井市で発生した作業員の死亡事故の件です。昨日の記者会見で東電が説明を訂正しました。死亡事故は重大災害であると との認識のもと、原子力立地本部長である姉川貴文常務を責任者として原因究明再発防止策を検討中とのことです。現在現場では挟まれ防止対策の確認中で、作業中の大部分は停止していますが、来週から順次再開予定とのことです。昨日の記者会見では本店会場で質問した記者はおしどりまこさんとニコニコ動画の七尾さんだけで、他の記者は沈黙していました。新聞テレビの記者は何をしに来ているのでしょう。次に希望のエリアでもご紹介している福島原発神奈川訴訟の件です。残念ながら浜通りから横浜市に避難されていた原告のお一人が亡くなられたそうです。94歳の女性とのことでした。被告である国や東電が裁判で時間稼ぎ戦術を取っているのは、こういうところに狙いがあるのでしょう。最後に小見川淳平著戦争と人間の後書きの一部を紹介させてください。ご承知の方もおられるかとは思いますが、小見川氏は関東軍の元兵士として蘇満国境でソ連軍の猛省を受けた部隊に所属し、九死に一生を得た後にシベリアに抑留され、帰国後に人間の条件を執筆してベストセラー作家となった方です。以下戦争と人間の後書きの部分です。我が祖国は誠に奇妙な国である。すがすがしい思いを国民にさせたことがない。国も東方の少なからぬ部分も大小の悪事をごまかすことを最大の急務と心得ているかのようである。悪者のみが栄えて権勢を振るい、少数の正直者、善悪の区別を知っている善悪の区別を知って悪に加担しない者は悪者たちの残飯でかろうじて生きているという情けないみっともない状態がこの島国全土を覆っている。剣は剣よりも強しと昔の賢人が言ったそうだが、果たしてそうか。私の目には剣はむしろ邪剣に奉仕するに忙しいようである。1983年8月この文章は2年ほど前に国会前正門前エリアでも紹介しました。小見川さんが指摘しているこの島国の状態は30年近く経っても変わっておらず、悪化しているように思えるので改めて紹介いたしました。来週は結末ですので、福井市に関する情報をまとめてお伝えすることになると思います。台風も仙台原発も桜島も気になりますが、この島国をすがすがしい思いのできる国にするため、これからも一緒に頑張っていきましょうということでした。春橋さん、ありがとうございました。ではまあ、1ヶ月ぶりに来たんですけど、飛鳥さんの激しい怒りがなんか今までと全然違うんでびっくりしました。今まではもっと上品にやったのになんか荒々しくなってきたんでいやびっくりしました。まあ、ここに立たせてもらったのは、この前の火曜日の日に沖縄の辺野古まで行ってきて帰ってたんですけども、まあ、ちょっと辺野古の話をしてみたいなと思って、それでちょっと喋らせてもらいました。一応あの辺野古はあの海岸のところにやっぱり辺野古漁港のところにテントがあるんです。それともう一個はキャンプしよう、レイクの基地のところにもキャンプがテントがあって、米軍の基地の前はテントが7つぐらいだったかな。それでそういう形で、やってます。それで確かにもう辺野古の海はすごい綺麗なところで、あそこに作るのは本当にもったいないと思いました。でちょっと辺野古の
行くときに漁港の海の方行くときにちょっと俺道迷っちゃったんで、そこで遊んでたあの子供たちにちょっと聞いたんですけども、女の子は2人、男の子は1人だったんですけども、いや、やっぱり今までの経験は非常に警戒心が強かったですね。その女の子たちの警戒心が非常に強かったのが印象に残っています。それからあと選挙カーが1台いろいろ走ったところに選挙カーが1台走ってたんですけども、それは山本太郎さんの選挙カーでした。まあ、そんなところで、まあ、短めっていうので、はい、この辺で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、お店さんでした。ありがとうございました。はい、では、はい、では北区からも参加してくださっています。お願いいたします。皆さんこんばんは、東京北区のあさこです。今千葉からもう稲刈りの声が聞こえてきて、皆さんもう新米は食べましたか？もうそろそろ新米の時期になります。日本はみずほの国と言われるくらい本当にお米の生産でこの土地食料を守り、そして国民を上から救ってきたのが戦後です。今福島ではたくさんの方たちが米作りを断念しています。その中で米作りをやっている人たちの思いを今日皆さんに少しだけ伝えたいと思ってマイクを握らせてもらいました。2011年3月11日あの日、福島だけではなく日本全国が汚染されました。福島の農民はそれでも田植えをし、津波被害に遭った南相馬など沿岸部分以外の地域は作付けをしました。それでもその土地が安心かどうかが分からなかったため、皆さんコンバインではなくバインダーという手で刈る、カタカタとやる機械をご存知でしょうか？本当はその手刈りでいくバインダーを使って天日干しをしたお米が本当に美味しいお米なんです。今のようにコンバインを使ってすぐに乾燥させてしまうと米はすぐに割れてしまいます。でもバインダーを使って天日干しをして太陽の光で乾燥させたお米は本当に炊いたすぐから食欲が湧くような美味しい味です。そのバインダーを使って稲刈りをしていた農民たちは2011年の秋、この土地が汚染されているといけないと思い、バインダーではなくコインバインダーを使いました。そのために機械を借りたり人を頼んだりして、そのお金を賠償請求しました。2012年からは福島は全袋検査になったのでそのお金が出ました。しかし2011年はごく一部の人しかその賠償請求がされませんでした。そして今東電は賠償を打ち切る中で、2011年に払ったその賠償請求は間違いだったと、返せと農民に言います。農民が自ら皆さんのために、それからもしかしたら出荷できないかもしれないけれども汗水流して作ったお米に対して責任を取りたいと思ってた行為に対し、賠償支払われず、賠償支払った人に対しては返せ、すごい理不尽だと思いませんか？ましてやね、皆さん賠償どん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 打ち切っていくこの現状の中で、これからどうやってこの日本の食料っていうのは作っていかなければいけないかということを一つ一石投じてると思うんです。福島だけではなく多くのこの関東近県東北でも汚染地域とされています。でもそれは今実態がどんどん隠されています。ましてや戦争になって食糧難になった時、その時にはどうなります？日本は今6割以上が輸入に頼ってる国なんですよね。この日本の食料に責任を持てない首相が戦争を始めようとすることにも許せない、そして原発をまた再稼働してるということも許せない。本当にこの2つ、私は今日怒りを持って皆さんに伝えたいと思ってマイク握りました。農民も頑張りますけど、皆さんもぜひ命を守るために安全安心な食料をこの日本の大地からという思いで多く政府に言い続けていきましょう。ありがとうございました。
当にお疲れ様です。今のお話、打ち切っていながらものすごい黒字の収益を上げている電力会社、もう金の亡者ですよね。でその金の亡者から金をもらっている金の亡者が安倍晋三率いる自民党ということだろうというふうに思うわけです。その最たるものが若手議員が議員株があるんだなんていう嘘を言いながら金を集める、もうね腐ってますね。この間ね、山本太郎さんの僕国会の中継をちょこっと見たんですね。ものすごい切り込みしてましたね。僕はちょっと彼を本当に見損なってて、むしろこいつすごくなったな、すごいやつだな、感心しました。日本は属国だ、日本が独立国になるのはいつなんだ、そういうふうに噛みついてました。本当にその通りだと思います。原発がいらないことは皆さんよくご存知の通りです。原発には反対です。原発を動かすことにはもちろん反対ですが、核というものに対して廃絶をしていくという方向に進まない限り、この地球は、この日本はダメになっていくというふうに私は確信しています。そしてその政権に対して私たちは怒りを持って声を上げていきたいと思います。先日8月の2日に三鷹武蔵野でピースパレードというものをやりました。ものすごい人数の方が集まってくださいました。その第2回目を急遽やることにいたしました。正直相当時間のないところでもう一度やるというのはそう大変骨です。ですけど今そんなこと言ってる場合じゃない。あの金の亡者たちに私たち国民が主権者であり、私たちの声を聞きなさいということを声高らかに言っていかないと、それでも届いていない人たちには聞こえないのかもしれないので、ガンガン集まり、どこでもかしこでも声を上げていこうじゃありませんか。9月の20日日曜日、井の頭公園の、今度は井の頭公園駅から歩いて1分、駅はちょっと小高いところにあるので、そこから降りたところが集合場所です。今度は20分も歩くようなことはありません。駅から1分です。そこから30分、40分ぐらいのコースの大きな声で上げていきたいと思います。今日は、実は今日チラシが上がってきました。金曜日に間に合わせるために今日上げてもらいました。ぜひ、500枚ぐらいあるんでしょうかね、持ってきてますので、ぜひ皆さんお持ちになってください。それでは、はい、それからですね、あさって23日日曜日に若者憲法集会さん主催で吉祥寺で戦争法案潰すデモというのがあります。あさっての1時井の頭公園西園の、この間これをやりましたジブリコスの森美術館の裏の文化交流広場集合です。若い人たちの主催のデモなんですけれども、私も第3グループ歩かせていただくことになりました。講義させていただきますので、若くない人はぜひ第3グループ一緒に、大人チームも頑張ってあさって一緒に歩いてください。よろしくお願いします。では怒りのロックンローラー力くんどうぞ。はい、もう本番は、いやありがとうございます。現在早速トラブってますね。ね、排水、なんだっけ、海水が漏れてるとかなんかありましたけど、ね、3年以上休ませてた原発で、ちゃんと動いた試しがないっていうのは言ってますけどね。しかも、あれ30年ぐらい経ってるんですっけ。ね、世の中では耐震工事とかでそんなに経たなくてもね、建て替えとかしてるのにね、おかしいですね。原発って壊れないんですかね。もうおかしい。そして、桜島が今大噴火の恐れがあると言ってます。ね。もう、なんかもうね、そうそうそう。山本太郎さんの、国会にあれでバレちゃいましたけど、原発再稼働もね、アメリカの要請だということで、
一体あのどこの国の政府だって感じですよね。本当は僕だけじゃない、主人公は僕たちなんですよ。あのね、ちゃんと僕たちのためにあのね、そういう政府になってほしいもんですね。もうそんなわけで、なんか窮屈じゃないかい、というと、ちょっと全部に主権が国民にあるのも、
テント4は反対の抗議があります。ぜひぜひおしまいまで声を上げてください。原発も戦争も絶対私たちの力で止めることができます。諦めずにこれからも声を上げ続けましょう。